左手の甲が上、左こうなっていくと消屈しすぎて、うん、これが立つんですよ。あ、よくある。そう感じのフィニッシュですね。そうです。で、はい、皆さんこんにちは。テケテケゴルフチャンネルの桜井です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日は、はい、調子が悪くなった時の、はい、アマチュアの方でも簡単にできる対処法を、うん、おー、いいですね。ちょっと教えてほしい。やっぱね、調子悪くなったら、うん、みんな、まあ、まず何するかというと、うん、めちゃくちゃ球数打ったり。ああ、そう、もう毎日のように練習場行って、うん、もう当たるまで必死で打つ、まあ、そういうね、結構光景を見るんですけど、見ますね。はい、よくね、やっぱりゆっくり考えて、うん、何が悪いかという、うん、基本的にやっぱりスイングだと思うんで。やっぱスイングなんだね。そうですね、スイングのズレからおかしくなって気持ちも焦って、うん、その次にリズムがおかしくなる。リズムが、はい、間違いないですね。そうです、うん、ですので今日はプロゴルファーでもやってる修正方法、みんなじゃないですけどね、うん、うちの選手とかに結構やらせる、はい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 、あの調子悪くなったらこれちょっとやっとってと。なるほど、はい、ただこれが球を打つとかじゃないんですよ。お、まだ結局打ちますけど、うんうん、打つんですけど、うん、球を打って調子戻せとかじゃなくて、うんうんうん、もうちょっとこう簡単なこと。ああ、そういうのいいですね、はい、球を打たないでも皆さん、え、うん、そんなのプロゴルファーやってんのって思うことだと思うので、今日はぜひ面白いと思います。じゃあいいですか。最後までよろしくお願いします。お願いします。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ先輩ちょっと質問します。はいはい。スイングってどういう感じになったら一番調子が悪くなると思います？やっぱりクラブの動きと体の動きってあるじゃないですか、はい、そうですね。それそのズレが生じた時にやっぱりちょっとあって思う時がやっぱ多々ある。そうですね、やっぱこう生じるってことは、まあ一番多い原因としてまず大体振り遅れですね。あー、やっぱり振り遅れ、はい、これなぜかというと、うんうん、やっぱプレッシャーかかって緊張してラウンドを重ね、うんうん、重ねた時に緊張してプレッシャーかかった時に、うん、やっぱりボールが止まってるせいでゴルフは、はいはい、やっぱこうヘッドが使えないですよね。 あるっすね、はい、やっぱインパクトこう合わせよう合わせよう、うん、でもやっぱ先が気になっちゃうんで、うん、やっぱどうしてもこう体が先に開いてしまってと、はいはい、そういった時にクラブがまあ寝る、寝たり、はい、でもそれをそうしようとすると腕をこう走らせることを結構苦手としちゃうので、みんなそうなんですよね、はあ、じゃあ次どうなるかというと体がこう突っ込んで、うん、クラブもちょっと外から行って引っ掛けなったりとかすることがやっぱり一番多いですね。あるね。で、うん、それってやっぱりこう、ね、今先輩が言ったようにクラブの動きとか、うん、ね、体の使い方が悪くなるとそうなってくると、うん、だ時に僕がよく指導する方法なんですけど、はい、まあ、こうやってグリップ握ります、はい、そのまんま正面に、まあ、これみんな見たことあると思うんですけど、はい、もうだいぶ前の動画でも言ってるかもしれないんですけど、うん、水平素振り、水平素振りおうおう、まあ、まず何気にやってみます、うん、水平素振り、こういう水平素振りですね。あ、まあ、まあ、結構見ますよ ね、 見ますね、この光景、うん、こういう感じで、うんうん、でこの時にできれば胸がこういかないと、あんまり体を回さないことってことですか。そうです。さっき言ったように、うん、腕の動きが悪くなるから、腕の動きの修正をしてるんです。これ。あ、胸が正面向いたまんまじゃなくこうやってしまうと、うん、これちょっと腕の動きがちょっと甘くなっちゃうんですよ。なので正面向いたまんま腕のこう動きだけで、うんうん、はい、でこれベースとなる、まあ、どういう動きするのって、そうだ、ね、形になってればいいの、うん、ってなった時に、まあ、こっちこう来た時に左手の甲が上、まあ、ほうほうほう、まっすぐなってるってことですね。これがちょっとこう自分の方向いてるとこれちょっと背屈の方で、うんうんうん、これが逆にこうなってくると昇屈しすぎて、うんうん、これがまっすぐ、それがまっすぐのポジションで上がるってことですね、はい、そうです。ただなおこうやってきたときに水平、斜面とシャフトができればベース水平、水平、ここの2つを心がけてほしいです。なるほど、はい、左手の甲が上、シャフトが地面と水平の形になるような素振りをする。なるほど、こっちも一緒、こう来たときに右手が上、うん、あ、右手の甲が上、甲が上で、横から見たら地面とシャフトが平行、
あ、うん、なるほど。左右対称にしっかり、左右対称にこれになるように、うん、正面胸を使わず、胸回転せず、うん、腕の力でこうやって腕の形で、もう結構手打ちっぽい感じでイメージしていいのこれは。まあそうです、こう、まあ、腕だけの腕打ちみたいな、うん、はい、でこれをどんどん振っていくんですよね。はいはいはい、はい、こういう感じで横振りで、うん、はいはいはい、でこれが結局、まあ、こっちは簡単に、まあ、なるんですけど、うん、じゃあ次、さっきこっちが平行ですよと言いましたよね、うん、これが逆にこう立ってきた場合、あ、シャフトが平行じゃなくこうやって立ってきた場合、ちょっと立つね、ちょっとこう立ってますね、はいはい、こういった場合っていうのは、まあ、こう肘見たら分かるんですけど、はい、左肘が抜ける、うんうんうん、抜けてる人っていうのはどっちが多いですか、スライスとフック、どっちかって言ったら。いや、もうスライスじゃないですか。はい、もちろんスライスなんですよ、はい、うん、スライスが多いです。スライスですよね、はい、だからこういった形の肘にならないように、うん、まあ、基本ですよね、抜けないようにって言うじゃないですか、うん、こっちが良くても肘をこう抜いた場合、あー、よくあるそう感じのフィニッシュですね。そうです。で逆に、はい、水平行って、うん、こっちからあらあらあら、こうやって倒れる倒れちゃう、これ肘締まりすぎちゃってるはい、はい、これちょっと基本とずれて、うん、これもいけない、いけないんだ、はい、水平に素振りをするとこういう感じで。ああ、なるほどね、はい、これ手首を返すポイントとかってなんかイメージあるんですか。いい質問してもらいました、はあ、これで、うん、ビュンビュン振ってくると、うん、これ胸正面向けたままですね、うん、けて結構思い切り振っていいです、うん、そうするとだいたい右前、このぐらい、はい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 、45度ぐらいのところでイメージ腕をこう返してこないと、うん、振れないです。ビュンと。おー、なるほど。ビュンと振れないです。この辺でイメージですね。この辺で返すぐらいじゃないと振れないです。はいはいはい、これを返さなかったら、そう。正面よりちょっと手前目で返すっていうイメージだ。はい。なるほどね。これをじゃあ本当に今みたいにもう一回しますけど、返さなかったら。うん、触れないです。あ、なるほど、はい、ですのでしっかり右前で返す、返すってことね、はい、ちょっと早めなんだな、結構早めです、思ったよりね。じゃあこれがじゃあ何になってくるかというと、いきますよ今いいっすよね、水平、うん、水平素振り、うん、このまんま前傾するっす。お、骨盤にも入れる。でここから右腰と左肩、うん、まあ右肩でもいいですけど、右腰と肩を回す。そうするともうこれがトップなんですよ。トップになるじゃん。そう、まあ、後ろから言うと、あ、横からすると、うん、水平でそこから倒す。いや、もうトップになるじゃん。そうで、もうトップじゃないです。ここから腰と肩を回す。あ、これトップでしょ。これトップだ。結構綺麗なトップですよ、うん。で実際今はゆっくりしてるからこの辺が狭いですけど、うんうんうん、実際スピード上げてくるとちょっとこう離れてきて、あ、なるほどなるほど、こういうトップになる、はいはいはい、これでもうスイングのができると。できるじゃん。できますよ。じゃあ、今のがトップが できます、うん、じゃあ次こう、うん、で言ったように次こっちも水平します、うん、でそのまんま倒します。で左腰と肩を回す。どうですか。お、フィニッシュだね。綺麗なフィニッシュ。綺麗なフィニッシュだね。横から見るとこうやって水平、うん、でそのまま前傾します。こうで左腰と肩を回す。あら、これめちゃくちゃ綺麗な、完璧なフィニッシュじゃないですか。そうです。だから結局体っていうのはもうこう回るだけじゃないですか、うんうんうん、これに腕の使い方がおかしくなる、クラブの場所もおかしくなると、いろんな振り遅れが、いろんなズレが出てくるんですね。ズレが出てくるです。だからやっぱりこの水平素振りがこっちがこう立ってくると、はいはいはい、こういう感じでした場合、うん、これダメじゃないですか。こうだったのがこうなってると、ね、そうだね。じゃあそのままこうやってきて、あ、もうめっちゃ立った。で割ってきたらこれどうなってくるかっていうと、これ腕があまりこう開いてない感じですね、うん、これが閉じてないですね、こっち、うん、でこのまま前傾します。で、わかります、これどうなってますか。もう右脇開きまくりの、もう開きまくりですよね、うん、まあ、ちょっとクロスそうにもなるしね。そう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 、うん、これがじゃあ逆に
もうこんななりました、はいはい、でこのまんま前傾して、うん、じゃあ次こうやったら、うん、これ右次肘が締まりすぎて、うん、もうクラブが逆に 寝すぎちゃってるね、はいはい、はだからできれば素振りした時に水平で、地面とね前傾してでトップくればこれまあ綺麗な形になると。それだけやっぱ意味があったんやね、水平素振りの。そうです、水平素振りっていうのはそういう意味があると。めちゃくちゃつながるやん。そうです、だから今の感じでまず、まあ、球実際打ちましょうって始まった時に、うん、胸正面向けたまま、うん、こういう感じでどんどん腕だけで、はい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 、でやってきて軽くでいいです、腕だけのターンで打っていく。なるほどね。でそれをもう10発20発していって、うん、あとはちょっとこう体を回転するだけです。うん、回転するだけで、あでスイングが整ってくるようになるっていう。だいぶ同調し始めてるね。そうです。なんかやっぱ素振りっていい素振りをやっぱしないといけない。うんうん、なるほど、はい、なるほど。そう、結構みんな水平素振りっていろんな動画あると思うんですけど、うん、僕はここに繋がってくると思ってるから。なるほどね、はい。もう意味もなくやってる人もいるもんね、結局。やっぱ意味をやっぱ考えて、まあ、知った上でやる方法と、うん、どこに繋がってるかっていうのね、はい。ただ言われてこうやってるだけじゃ何もやっぱり伝わってないから分からないはずなんですね。確かに。だから水平素振りって結構みんなよくやるんですけど、うん、まあ、ここに意味がつながってるっていうのを知った上でやった方が僕はいいと思います、ね、なるほど、はい、これは締まるね。そうですね、だから結構腕がうわだいたいわこれやった時に結構腕の使い方きついなと思うんですよ、うん、きついやっぱ悪い時って楽してるからもう開けまくったりとかして、それ自分じゃ分からんもんね、うん、分かんないですね。やっぱヘッドのターンもできてないから肘もこうやって開いて、うん、もう合わせたいからここで、うん、そうだね、はいはい、そうだね。でもその形をこうしようとするとこれ触れないです。確かに、うん、触れこの腕の使い方で触れる方法といったら、うん、体をこう回したら触れるっす。ってことは前傾して体を腕の使い方が抜けてる人とか、うん、ターンできてない人っていうのはこのまま開かず打てないんですよ、うん、だからどうするかといったらもう開くしかないんでもうスライスのスライスしか出ないってこと。だから全て腕の使い方でまず僕はですけどねは、調子を取り戻していった方がいいと思います。なるほど、はい、いやなかなかねやっぱこうヘッドとね、まあ、クラブと体の同調性ってねどうやって、ね、まあそうですそうです、整えていくかっていう。そうみんなこうやってやっちゃうけど、ね、難しいじゃん、うん、こんなねアプローチだけないですよショットでこんな腕の使い方してる人いないですからいないね。はい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 、あのクラブ使えてないもんね。やばいね、こんなことになってるんですかね、うん、実際打ったらね。そう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 、あやっぱそれだけじゃあちょっとねヘッドが動きすぎるというか、うん、まあ、ちょっと早めに返すイメージで。そうです、それを、まあね、さっきの水平素振りでやってもらったら、うん、タイミングとかも分かりやすくなると思います。あなるほどね、はい、さすがっすねやっぱり。いやちょっと休みすぎたんじゃないですかちょっとまだ声がおかしいでしょ、うん、ちょっと咳出ますねまだね。ちょっとね、でもだいぶ良くなりました。だいぶだいぶもう2020初ですからね。初ですから、はい、バックで今日復帰で、今日復帰で、はい、久々っすね。ちょっとずっとね一人で、僕のが映ったんすかね。いや宮崎まで来て、そう宮崎まででも僕も隔離期間、まあ、期間は空けてあったつもりだったんで、だからじゃあ 別でしょうね。別だよ ね、 あね、結構でも僕の周りかかってるんですよ。かかった、お客さんとかも。今年流行ってるよね。めちゃくちゃインフルエンザ流行ってるんで、ね、うん、ちょっと皆さんも気をつけて、気をつけてください、はい、寒いんで外出しないようにやるんで、はい、はい、まあですので、はい、まあ、あのすぐにはできないとは思いますけど、はい、まあ、何回かこう繰り返してやって、うん、そうです ね、 ね、まあ、ボール、ね、打たなくて、ね、素振りでできるから今結構パンパンですもんね、はい、ちょっと張ってるんで、うん、そんだけやっぱ使ってなかったのかなと思います。はい、じゃあぜひ今日の動画を参考にしてみてください。わかりました。じゃあ先輩ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとこのポーズちゃんとしておかないと。それ何、これスリーフィン、スリーフィン、スリーフィン、そこもうこれ何、ショーゴ作ったの。ショーゴ作ったというかなんか試合で、うん、なんかこうやって挟んで、うん、その時先輩も乗ってましたけど、うん、こうやった時にあのありがとうみたいな、あーパチパチって、はいはい、パーかボギーかバーディーか知らないけどこうした時にそれたまたま取られててそれがなんかご飯とか行った時になんこれみたいな話ちょっとバズり出して、そうそうそう、バズってて、バズってバズって、はい、じゃあもう今年はあれじゃないですか、スリーフィン桜井翔吾じゃないですか。そうなんです、スリーフィンで行きますから。
これで、はい、だからなんか声かけられたら僕こうやってするんで知らない人やったらびっくりしますよねお疲れっつってまあまあということで、今日は、調整の仕方、はい、悪くなってきた、ぜひ皆さん試してください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さんさようなら、バイバイ。